男子も女人も小の大、男も女も罪の深い者たちは諸仏のお慈悲を頼りにしても今は末法の世なので諸仏の力ではとても救われません。ところが阿弥陀如来は十悪五逆の悪人をも救うという優れた願を起こし御仏となられた方です。私を深く頼んで蓋心なく信ずる衆生を助けることができなければ私は悟りを開かないと誓われた阿弥陀如来ですから、私たち衆生が浄土に往生することは疑いありません。ですからいかに自分の罪が深くとも一心に阿弥陀如来にお任せしてお助けくださいと疑いなく信じた者は10人は10人、100人は100人、皆浄土に往生することは間違いありません。このように信心が欠如した後に尊いことだと思う心が起こった時は、時やところにかかわらず南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と念仏すべきです。これを仏頓放射の念仏と申すのです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。皆さん、おはようございます。今日はちょっと雨もちらつきましてね、寒い中よくお参りくださいました。今日はですね、最初に少し私がこっちに立つ前にですね、住んでおりました滋賀県というね県があるんですが、そこのことを話させていただきたいと思います。滋賀県はですね、琵琶湖があるところです。大きい湖がね、あるところでしてね、親鸞上人やね、蓮如上人が修行をされた比叡山のね、比叡山の上から琵琶湖は見えるんです。そしてですね、私が住んでおりましたところは平山といいまして、比叡山のちょうど裏ぐらいにあたるんですね。で、裏比叡という名前がついていたりしましてですね、比叡山で修行されているお坊様がですね、比叡山、また平野とね、ずっとそこら辺りを修行されていた山が立っておりまして、そのせいかですね、なんていうんですかね、非常に美しい山なんですね。なんというか神秘的な感じもありますし、やはり昔から修行をするためにあった山といいますかね、そういう美しい山です。そしてですね、平山、美しい山があり、そして琵琶湖がありですね、私は本当にそこの場所を愛しています。今でも愛していますね。親鸞上人も眺められながら修行をされ、蓮如様もそこをですね、蓮如様はご存知のように、こう琵琶湖沿いのあたりにね、浄土真宗のお寺たくさんあるんです。それは蓮如様がね、歩いて回られたり、その法話をねして回られたからですね、浄土真宗のとても盛んな区域でもあるんです。そしてですね、そこをとても綺麗でですね、日本は田んぼがたくさんありますからね、棚田っていうのがあるんですね、こうだんだんにこうあってですね、でそれがまた綺麗なんですね、水が、水田が張ったら鏡のようになってるんですね。で秋になりましたら彼岸花がね、真っ赤な彼岸花が咲くんです。マンジュシャゲと
ですね。もうその花が私は一番好きなんですけれども、とても綺麗なね、赤い花が緑のね水田に生えてですね、それはそれは美しいところです。ですからですね、私は綺麗やなといつも思いましてですね、で振り返ったら山が綺麗ですね、ありがたいなと思うんですよ。それで散歩しながらですね、小さい声でありがとうありがとうと言っておりましたね。仏様、こんな美しいね景色をね、こんな私がね何もええことしてないのにね、こんな綺麗な花を見せてくれて、こんな綺麗な琵琶湖を見せてくれて、もう本当に幸せやなと思いながらそこをね歩いておったわけなんです。で琵琶湖もね、よくもうちょっと汚れてきたって言われてるんですね。でも私がおりました北の方はですね、まだまだ綺麗でしてね、小さい小アユが泳いでおりまして、だってニゴイとかね、魚が泳いでるの見えるんですね。で子供たちもそういう小学校行きまして、田んぼのほとりを歩いていくんです。そしたらね、春はね大きなオタマジャクシがいるんですよ。だからね、いたずらっ子の子供たちはね、こうオタマジャクシをこうパシッとね掴みながら歩いたりして、そのぐらいね水がきれいになってました。こういったですね、素晴らしい自然とね、きれいな景色、そういうものでね育ててもらってきました。で子供たちもそうですし、本当にそれはね仏様からのお恵みですね。もう何も私が手を貸し、手をね尽くしたものはないわけ、いただきものですね。でそういう美しい故郷とかね、ふるさととか、きっとね皆さんもお持ちのことやと思います。あ、思い出したらほっとするようなね、そういう美しいところです。こういったものはですね、仏様がね私たちを育てるために与えてくださってるわけなんですね。仏様はもうあふれんばかりのね光と明るさを持っておられる方だとね言われますね。その光で山もねグリーン美しく育ちますし、魚も食べ物も田んぼもそれでずっと育っていくわけなんです。でこれはお恵みなんですけれどもね、それを光明、光、明かりって書きますけれども、この光の中にね、阿弥陀様がくださる光には2種類あると言われます。一つはね、長熟の光明っていうんです。長熟っていうのはね、育ててください、熟すってね、光を当てて私たちを育てて大きくして考えるようにさせて育ててくださる光ね、これでね、ありがたいな、食べ物があるな、光があって、あ、今日も雨だけど雨も必要だよねとこうね、いろんなことを喜んでいったり、そのご縁を喜ぶわけです。でもですね、もう一つ大事な働きがあります。これはね、摂取の光明って言ってね、納め取る光、これは皆さんが命なくなった時にね、必ずお浄土に連れていきますよ、ね、で私どもがですね仏様の話を聞かせてもらって自分を見させていただいて、信心をね、やっと仏様と会わせていただいた、仏様の子供になれたっていうね、それも仏様の光の大きな力なんです。その光に会うことによってね、この心の中にね大安心が生まれるわけですね。これでね、私はこの一生ね生きてきたけれども、必ずお浄土に生まれさせていただける身になったというね、大きな喜びが生まれてくるわけなんです。これも光明の大きな働きです。これが摂取の光明と言いますね。
ね。ですからですね、最初言った長熟の巧妙というのはですね、お育てです。これはね、分かりやすいね。自然があります、光があります、食べ物をいただきます。でもね、そこだけを喜んでいたらもったいないね。仏様の一番大きな大きな願いは、私たちをお浄土に連れてってくださることですね。この生阿弥陀仏を受け取ってほしい、これが一番大きな願いですから、これをいただいてほしいっていうのが仏様の願いなんです。そのためにですね、私たちは命をもらってね、この豊かな自然の中でね、生きさせてもらってるわけなんです。この人間にね、生まれさせてもらってね、生きさせてもらってるっていうのは、本当にね、大変な仏様のご苦労で私たちいるわけなんです。昨日ですね、今井先生が亀のお話をしてくださいました。いらっしゃった方は聞いてらっしゃったと思うんですけれどもね、この話、亀のお話ね、もう一つ有名なお話があるので、これを最後にさせてもらいたいと思うんですけどもね、皆さん広い広いね、海をね、思い浮かべてください。広い広い海ですね。時々荒れたりしてますね、飛行機で飛ばれたり船に乗ったりね、ほんまに海は広いですね。そこに目くらの亀さんがあります、ね、目が見えない亀です。目が見えない亀はね、いつもね、海の底にね、うーっとこうね、漂って生きております。でもその亀がね、100年に1回だけ上がってくるんですね。 目が見えないんですよ。どこに上がるか分かりません。でも上がってきた時にね、たまたまちょうど木が浮かんでてね、その木の真ん中に穴が開いてるんです。そこに亀さんが目くらなのにふーっと上がってきてね、ほっと顔を出す。すっごいありえないタイミングですよね。もうね、目が見えないんですから。広い海ですよ、木が浮いてるだけなんです。そこをね、顔をそっと出せる。そしてまた沈んでいく。めったにないですね、こういうことは。仏様はですね、このめったにない、これが人間に生まれること、それぐらい人間に生まれるのは稀なことですよ、めったにないことなんですよと言われているんです。私たちね、ここで当たり前のようにね、私も毎日生きてるんですけどね、なんでこんなにめったにないことが起こって私たちが生まれさせてもらったかというと、仏様の力なんです。ですからね、このもうすごいチャンスを得た私たちは、ぜひね、摂取の光明、仏様に合わせていただいてね、今度は必ずお浄土に参らせていただくっていうね、そこまでね、しっかりお話を聞かせていただいてください。よろしくお願いします、はい、お話静かに聞いてくださってありがとうございました。